皆さん、こんにちは。西庵防災部です。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。みんな大好き、三峡ダム。このチャンネルでは、中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。7月10日、地上波では伝えられない中国三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、朝8時の時点で水位は 146.83 メートルです。おとついと比べると10センチほどの低下となっています。ダムの貯水側で見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。西庵チャンネルです。ダムデータによると、ここのところ、水位は146メートルあたりで安定しています。少し前は148メートルあたりでずっとキープしていました。流入量は徐々に下がっていることもあり、放流量も1日の中で上げ下げするルーティーンに入ったようです。上流の観測所を見てみます。流量はかなり下がっており、6月中旬あたりの水準にまで戻っています。深夜3時のデータを見ると、上流の観測所での流入は毎秒12000立方メートルで、三峡ダムは毎秒14100立方メートルです。このため、ダムの直近と南側の川からの流入の合計は毎秒2100立方メートルと推測されます。上流の観測所の流入、そして直近と南側の川からの流入の合計ともほぼ変わらずです。今朝8時の放流量は毎秒13000立方メートルとなっています。放流量から見ると、34% の発電状況と推測されます。単純計算になりますが、11基前後のタービンが稼働しているかもしれません。西庵チャンネル。さて、中国の政策の一つに、南水北調というものがあるのをご存知でしょうか。当チャンネルでもプチ情報で何度かお伝えしているところです。北から南まで広い中国。従来から南では水が多いのですが、一方で北の方では水が少ないという事情があり、南の水を北に送るというプロジェクトになります。ざっくり、こんな感じで大きな川から人工的な水路を作って水を調達しようというもの。そのプロジェクトで新たな動きが出てきました。その名は、陰江補寒といって、長江の水を、寒江という川に送るという意味です。またまた、四文字の政策ですね。日本で言うと、GoTo トラベルとか、プレミアムフライデーとか、そんなイメージでしょうか。そういえば、どちらも大失敗でした。注目したいのは、その長江の送り元が、三峡ダムのすぐ近くからという点です。計画段階は終了し、7月8日、その工事が着工されたそうです。ルートの詳細についてはまだ不明なものの、大体こんなイメージになるかと思います。距離にして200キロから300キロほどになるかもしれません。日本ではちょっと考えがつかないのですが、どうやらやるみたいです。詳細が分かり次第、またお伝えしたいと思います。新しい衛星画像が出てきました。7月9日、センチネルの画像になります。ダムの下流側のここのところ。前回、6月29日と比べると、水の流れる勢いが弱まっていることが確認できます。29日はというと、フル発電だった頃ですから、今の発電状況を見ても、整合性が取れているかと思います。また、上流側を見てみると、今回は水がかなり濁っていることがわかります。上流で大雨が降った際に、流木や泥、ゴミなどが流れ着いたものと推測されます。ダム周辺の月別、年間降水量です。例年なら雨が多い時期ですが、今年は今のところ、それほどでもない印象です。ウィンディーで確認します。ダムの北側に雨雲の塊が見られるものの、長江流域での雨はなさそうです。日本でも渇水がニュースとなっていますが、これだけ降らないと、あちらでも水不足になるかもしれません。週間天気予報によると、しばらくの間、がっつり晴れが続きそうですね。日本列島はというと、昨日の夜から東海地方に雨雲がかかっています。うちの近くでも、一時、激しい雨が降りました。また、北海道、東北地方には、例の台風4号の残骸のような渦巻きが、うっすら見られます。風も強そうです。その他は晴れる模様で、特に西日本では暑い一日となりそうです。
さて、三峡ダムには島があるのをご存知でしょうか。場所で言うと、右岸のところにあり、道路でつながっています。この島は建設当時からあるもので、洪水期で水位が上がると取り付け道路が沈みます。そもそもこの島はなぜあるのかが不思議ですよね。ダム的にはなかった方が良いような気がします。しかしながら最初から島として残ったようです。三峡ダムの第二期工事の時に仮締め切り包みというのを作り、せき止めていました。この仮の包み、形を見てもらえればわかるかと思いますが、鍵型になっています。この形状だと水の圧力がこのようにかかり、不安定じゃないかと思われます。ですから島を残して、その土台部分で接続して支えとしたのではないかと推測しています。これは第一期工事の時の写真のようですが、左端のところに鍵型の基礎部分が見えていますね。第二期工事が完了すると、この仮の包みは木っ端みじんに爆破されます。こちらは貯水側から見たものです。増水器には頂上部分を残して水没します。ソフトモヒカンみたいですね。こんな感じになるんじゃないでしょうか。2022年、この島が完全に沈むかもしれないと勝手に予測しています。すでにタワマンだらけなのに、さらに宅地造成している県。三峡ダムのすぐ上流にタワーマンションがずらりと並んで建設されているという話は以前に取り上げました。3つの渓谷の先に作られたことから三峡ダムと言われます。つまり人里離れた何もないところのはず。なのに現地の写真ではとんでもない数のタワーマンションが作られています。そして Google の衛星写真を眺めていると、あることに気づきました。どうも新しい道路をその周りに作っているようです。しかも片側3車線の立派なもので、こちらになります。例のタワマンの少し北側、南北に連なる道路の左右には、いかにも道路を伸ばしますよと言わんばかりの交差点。山しかないところに立派な道路を予定しているということは、左右にはさらに住宅地を建設予定しているのでしょうか。もうすっかり話題にならなくなった恒大集団で、不動産バブルが弾けそうになっているところ。 Google の写真の撮影時期は2022年となっているので、今年の写真だと思われます。念のためにセンチネルの衛星写真を見てみましたが、こちらも山肌が出て造成しているように見えます。今の経済状況にそぐわない開発事業なんでしょうか。一度始まった工事は止まらないのかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございます。ご興味がありましたら、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると幸いです。メンバーシップもよろしくお願いします。それでは次の動画でまた。